こんばんは、さかりょうです。今日は購入品紹介です。文具のセレクトショップみたいな雑貨店があるんですけれども、そちらに行ってきました。昨年暮れにも行って購入品紹介の動画上げてると思うんですけれども、なのでちょっと半年ぶりぐらいですかね、行ったのが。はい。でここは私の家からちょっと遠いので、そんなにしょっちゅうは行けないと、あと文具置いてるんですけれども、普通の文具店みたいに、まあ、定番商品を大量にまあ仕入れて置いてるというよりも、多分そのバイヤーさんが選んで仕入れて、なのでほとんどがね、もう在庫限りみたいな感じのお店です。で文具だけではなくって、まあ布物、ハンカチとかバッグとか、あと食器、それからお香みたいなもの、革製品とかも売ってるお店です。はい。そこでちょっとね、買い物してきましたので紹介します。まずはこちら。はい。これ私初めて見たんですけど、山本志業さんですね、のペーパーテイスティングっていうのを2種類買ってきました。なぜこの2種類にしたかっていうと、この2種類しかなかったからです。はい。なので他にもあって、この2種類が残ってたのかどうかちょっとわからないんですけれども、まずこちらがね、手帳用紙ボリューム2ということで、ちょっとね反射してますよね。開けましょうかね。でこのペーパーテイスティングって何かというと、3種類3サイズの紙がセットされている試し書き用の商品みたいな、そういう感じだそうです。はい。で、まず、まあ、3つのサイズということで B7、A6、B6 ってなってて、そのこの例えば B7 が3種類とかではなくって、これは B7 は国用の新ペーパーで、 A6 がビューコロナ、B6 が3000ともえりば S ということだそうです。でこの B7 の国用新ペーパーっていうのは、自分手帳、アイデアノートなどに使用されていますということです。でここにね、筆記性っていうのがあって、つけペン、万年筆、油性ボールペン、ゲル、鉛筆ってなってるんですけど、まあこの場合はつけペンはちょっとニコって感じですかね。で他のものはかなりニコニコしてるニコニコしてるので、はい、なので、まあ、万年筆や油性ボールペン、ゲルインクボールペン、鉛筆は、まあ、書き心地がとてもいいのかなっていう感じです。で A6 のこのビューコロナ手帳用紙って、私ちょっと初めて聞きました。何に使われてるのかね、ちょっと書いてないのでわからないんですけど、かなり薄いです。はい。でこれは油性ボールペンとゲルインクボールペンがいいみたいです。はい。薄くて軽い、筆記性が良い、筆記具のインクが裏抜けしにくいそうですよ。で結構なね、枚数が入っています。はい。でこう触ってみても、国用の新ペーパーとこのビューコロナでは、かなりビューコロナは薄いですね。そして一番大きいこの B6 が3000ともえりば S ということで、ともえりばがね、リニューアルっていうか、まあ、別のそのともえ川製糸場ではない別のところ、3000製糸さんがね作ることになって、まあ、でも名前はともえりばという名前は残して、ともえりば S ってなったんですよね。で2024年からほぼ日手帳はこのともえりば S が使われています。まあ、私ウィークス2020のウィークス持ってるんですけど、ただ1月始まりのウィークスは旧ともえりばが使われているということで、まだね、多分私ともえりば S 使ったことないと思うんですよ。多分何か他のねノートとかに使われてたらわからないんですけれども。はい。でこれは、まあ、万年筆、油性ボールペン、ゲルインクボールペン、鉛筆が大丈夫みたいです。はい。でともえりば S もかなり薄いです。
し、なんか私いつもほぼ日で巴梨刃を見ているので、この無地の巴梨刃ですごい新鮮な気持ちに今なっています。であと何かこうね、読み物的なものが入っていますね。はい、でということで、まずこちらはペーパーテイスティングの手帳用紙ボリューム2でした。で次こちらはね、グレーのボリューム4で、これ結構ね重たいです。なのでさっきのこの手帳用紙よりか分厚い紙って感じですね。はい、で B7 はファーストヴィンテージアッシュという紙だそうです。これはそこまで厚くないかな。使い込んだような色と質感ということで、ヴィンテージペーパーみたいな感じらしいですね。これはで全部大丈夫みたいですね、筆記具はね。はい、そして A6 がハーフトーンカラーアビスで、なんか下を紙層間違ってないかな、私言い方。これは封筒用紙として開発された紙ということで、なるほどって感じです。これもそんなに分厚くはないかな。はい、でこれは油性ボールペンとゲルインクボールペンがいいみたいです。でこちらの B6 はコニーラップスカイという紙で、カラークラフト紙だそうです。封筒や手提げ袋、包装紙、書籍の見返しなどに使われていますということで、少し厚手ですね。はい、これは油性ボールペンとゲルインクボールペンと鉛筆が良いみたいです。はい、でこちらも何かこういう読み物みたいなのがね入っていました。はい、ということで山本志行さんのペーパーテイスティング手帳用紙ボリューム2とグレーボリューム4を買いました。これはまた別の動画で試し書きしてみたいと思います。ちょっとね楽しみですね。はい、はい、続いてはこちら、旅するロルバーンです。ロルバーンフレキシブルのカバーセットなんですけど、あの堤信子さんとのコラボレーションカバーセットということで、これね出た時気になってたんですよ、すっごく。あの3種類柄がありましたね。この地図のやつと、白っぽいあのレターっていう文字がいっぱい書いてるやつと、あとブルーグリーンっぽい字にあの花柄が載っているウォールペーパーってやつね、3種類あってすごい気になってたんですけど、まあ私旅行しないしなって思って、まあ、使い道がちょっとないよなって思ってるうちにもう店頭から消えてしまって、公式ももう完売してますよね。でだけどその私が行った雑貨店には置いてあったんです、3種類とも、まあ、1冊ずつでしたけど。ですっごい悩みました。まず買うかどうかも悩んだんですけど、買うとしたらどれにしようってすっごい悩んで、もう全部本当はね欲しかったんですけど、はい、このマップにしてみました。ちょっとね反射するので開けましょうかね。はい、この正式名称はロルバーンフレキシブルカバー360度スブニール L の A というデザインなんですね。はい、で、まあ、ここにも説明がありますけど、まずフレキシブルはここがリングがないですね。で表紙はこんな風に360度回転できるよということで、ここにこういうのがなんて言ったらいいんだろう、あのちょっとプラスチックの硬い感じの表紙ついてます。はい、すいません。で、まずこれが方眼、パッと見方眼なんですけど、ここにポケットがついているポケットメモですね。これが結構ついてるんだ、1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10、10枚、10枚ついていました。こちら側はポケットついていない普通の方眼なんですね、おなじみの。こちらが、まあ、二重になっててポケットになっているっていうリフィルです。そしてこれはプレーンペーパー無地のリフィルですね。でこれがね、この白いのとあとこのクラフトがついてるのかな。はい、うん、この白いのもちょっとね厚手ですね、ちょっと。でクラフトも結構厚手なので、いろいろ貼ったりするのに使えるかなっていう感じですね。で今ちょっとフレキシブルはあの切れ目がついているので、こうやって外して他のところに入れたりとかできるんですよね。ちょっとこれしっかりしてるので、なんかこうインデックスリフィルみたいな感じでも使えるかなって今思いました。はい、そして最後がこれね、蛇腹折りのペーパー。これかなり分厚いです。はい、で最後にまたこのプラスチックのカバーがついていて、これは切れ目入ってないんですね。はい、うん、ということでこの茶色いゴムバンドもちょっと新鮮な感じがしますけど、手触りもねすごい、あのなんて言ったらいいのかな、ちょっとマットな感じです。サラサラしてて、はい、ま、何に使うかはまだ決めてないんですけれども、あのさっきこの見せたねリフィル以外にも当然普通のフレキシブルのリフィル入りますし、ま、なんなら普通のロルバーンの髪をあのカットしてねセットすることもできるしということで、はい、買いました。いや嬉しい。前に行った時あったかな、ちょっとあったかもしれないけど、その時は別のロルバーンを買ったような気が。そうだ、あの20周年限定を買ったんだった、うん、で今回もねスパークルとか置いてあったんですけど、一瞬手に取りましたが、私先日大相撲のロルバーンを2冊買いまして、もうねちょっと収納がもうないんですよ。なのでそれを思い出してぐっとこらえて戻しました。はい、だけどこのフレキシブルはもうどこにも、まあ、私の知る限りではどこにももう置いてないので、もうこれは買うしかないと思ってちょっと、はい、買いました。ということで、旅するロルバーンですねの堤信子さんのコラボカバーセットを買いました。はいはい、続いてはこちらポストカードですね。反射するかな、ちょっと出しましょうか。はい、これはソットライトというブランドなのかな、のマーガレットと忘れ名草というポストカードです。ポストカードもねたくさんあったんですけれども、ちょっとこれいいなと思って1枚買ってきました。これちょっとねあのお手紙出すんじゃなくて別の使い道を思いついて買ったので、またそれは別の動画であのお送りできればと思っています。はい、ソットライトのポストカードです。はい、で続いてはこちら、緑デザインフィル緑カンパニーのシールですね。貼って剥がせるシール、猫柄ということで、ちょっとねはい出しましたけど、もうねなんか可愛い。これはねいろいろ種類があったんですけど、これが一番可愛いなと思ってこの猫柄を買ってきました。で分かります、あの貼って剥がせるのでマスキングテープ素材かなと思いきや、はい、あのひとときの大きめシールみたいな感じですね。ちょっと半透明の
でここにミシン目がついてて、まあ、切り取るかこう折り曲げて手帳にね入れることもできます。はい、かわいいですよね。でもちろんシール自体もちょっと、うん、あの紙ではないですね。はい、だけど剥がせるということで、はい、これはちょっとね貼っていきたいと思います。かわいいですよね。他のも欲しいなやっぱり。はい、デザインフィル緑カンパニーの貼って剥がせるシール猫柄でした。はい、続いてはこちらスワテリエの付箋ですね。デイリープラン、これめっちゃ有名ですよね。ものすごくあの SNS とか YouTube で使ってる方見るんですけど、気になってて、でもね文具店に置いてないんですよ、スワテリエの付箋。そしたら、まあ、行ってこのね雑貨店にはあったので、ああこれあの有名なやついつも見てるやつと思って買っちゃいました。可愛いですねやっぱりね。なんかでこの付箋自体はここが18ミリでこの横が50ミリということだそうです。はい、で一つの柄が40枚入っているみたいですね。可愛いですよね。可愛いよね。はい、これはまあタイトルとかそういうのに使うといいのかなって思いますが、はい、スワテリエって韓国の会社メーカーなんですかね。はい、なんか私もねあのみんなが使ってるものを使ってみたくて買ってみました。はい、スワテリエの付箋デイリープランでした。はい、続いても付箋です。はい、甘味堂のココ付箋ミニのマーガレットだそうです。はい、ココ付箋はね前に使ってたことあるんですけど今ね使ってないんですよ。なんでかっていうと前使ってたからケースがあるんですね。だけど詰め替え用はね売ってないんですよね、その文具店に。なので詰め替え用を探してるんですけれども、でこのミニサイズはね持ってなかったので買いました。はい、ちっちゃい、こんななってるんだね。でこれは幅が7ミリで長さが24ミリ、で一つのケースに60シート入っているということですので30-30なのかな。うん、でこれはここで剥がして、そしてどこかにピタってくっつけるってことですね。ちょっとね何にくっつけるかまだ決めてないので、このケースはちょっとこのままに今はしておきますね。はい、そうで、このミニサイズの詰め替えあるのかな。本当にねあのケースに入ったやつは置いてあるんですよね、文具店にも。だけど詰め替え用がね売ってないんですよね。はい、ということで甘味堂のココ付箋ミニサイズのマーガレットでした。はい、続いてが最後になります。最後は3つ一気にいきます。はい、じゃん、マスキングテープです。こちらは余白さんの方眼ってやつですね。なんかこれもよく使ってる人がいると思う。はい、で余白さんのマスキングテープも文具店には置いてなくって、でこのその雑貨店にはね置いてあったんですよ。結構ねたくさん置いてありましたが、あの全部1個ずつでした。はい、置いてあるのはね、あとスタンプも置いてあったかな。はい、でいろいろ目移りする中、なんかこれ見たことあると思ってSNS とかで、はい、買ってみました。でこちらがロルバーンのマスキングテープなんですけど、あのロルバーンですね、ポケット付きメモの。こっちは普通の
無地のやつ、こっちが表紙がなんかフルーツのやつです。はい、ちょっとこれマステ帳に貼ってみよう。はい、久しぶりにマステ帳を出してきましたが、これはねツバメノートの歯切れノートを使っています。で、まあ、通常だとこうやってノート使うんですけど、私はこんな風にマスキングテープを貼っていっていますが、最後はどこ、ちょっとガッとまだだね。あれ結構もう私使っちゃってる、ここがかな、ここが最後ですね。はい、じゃあまずは余白さんの、大丈夫そうですね、これはちょっと後ろに貼ろうかな。はい、で始まりはここ、ここか。すごい、なんか方眼にところどころ文字があって、その文字もいろんなフォントで方眼がちょっとかすれたりしているんですけど、これはここまでかな、ここまでっぽいですね。一旦ちょっと戻しの、なんか斜めになった気がいたしますが、まあ剥がせるから気にしないでいいかな。素敵、人気があるのも納得ですね。一旦ここまで、この辺までちょっと貼っちゃおうか。はい、こんな感じで繊細な感じですね、素敵。はい、で次がロルバーンのこっち、まず行きましょうかね。そう、 20% オフだったんですよ。はい、でこれも裏に貼っておきましょう。はい、ここにね。そしてこれの始まりはどこだい、どこだい、始まりがない、なわけないよね。どこだろう、あまりに、あ、ここだ、ぴったりすぎて。はい、かわいい、どの辺まであるんだろうか。かわいいんですけど、何色あるのかな。まだある、え、これこれ終わりがあるのかな、ここかな、これだね、あと3冊。ここまで一
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14冊からあるのかな。はい、かわいいなこれ、いいですね。でもこのマスキングテープ、私初めて見たんだよな。文具店にあるのはあのロルバーンのマスキングテープなんだけど、あのロゴとかが載ってるやつはあるのを見たことあるんですけどね。はい、じゃああとこちら、これもちょっと貼っていきますが、でこれはもう終わっちゃうね、あと1ページか、どうしようかな。はい、これの最初はどこだろうか。これはね、これはめっちゃかわいいよ、フルーツだもん乗ってるのが、かわいい、いちごレモンリンゴバナナ、ちょっとかわいすぎる。バナナ、さくらんぼ、ぶどう、すごい黄色いスイカで、さっきピンクのイチゴだったけど今度は赤いイチゴで、レモン出てきたんだけど表紙の色が違う。これはこれはどうしたらいいの、表紙の色が違う。サクランボも赤だったけどピンク、ブドウもマスカットだ、そして赤いスイカ、いかん、これはいかん、あ、ここまでだね、赤いスイカまでが、はい、これで一巡、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、これも14冊14種類ありました。かわいいなこれ、めっちゃかわいいんだけど、このずらーって並べて貼ってもいいし、一冊ずつ貼ってもいいですよね。かわいい、よかった書いて。これこの存在自体は知らなかったかもしれない。はい、ということで、油白さんの方眼というマステ、それからロルバーンのポケット付きメモのマステ、そしてポケット付きメモのフルーツのマステでした。はい、以上が購入品になります。はい、じゃあおさらいします。逆に行こうかな。まずマステ3種類。余白さんの方眼マステ、それからロルバーンのポケット付きメモのマステ、ポケット付きメモのフルーツのマステですね。それぞれマステ帳に貼りました。これが余白さんのマステで、これがロルバーンのポケット付きメモ、かわいいですね。そしてこちらがフルーツですね。はい、甘味堂のココフセンミニサイズのマーガレット、スアテリエの付箋デイリープラン、デザインフィル緑カンパニーの貼って剥がせるシールの猫柄、反射しててすいません、全部反射だよね。それから、ソットライトのポストカード、マーガレットと忘れな草、はい、ロルバーンフレキシブル旅するロルバーンのマップですね。そしてはい、山本修行さんのペーパーテイスティング手帳用紙ボリューム2とグレーボリューム4でした。ということで、いや非常にね
いい買い物ができたんですけれども、もう本当にね、もっともっと欲しかったんですが、厳選に厳選を厳選に厳選でした。はい、本当に、あ、これも欲しい、あれも欲しいって思いながらこれに留めました。非常に満足しています。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつも本当にありがとうございます。こちらの試し書きとかね、ポストカードの使い道とかはまた別の動画でお送りしたいと思っています。よろしくお願いします。あと私はブログ、 XQ、Twitter、Instagram、スレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。